今のオリアナ勝てるかな、アーリーにカウンターピックだけど一応ボットが主導権フェンネルの方があるんですよ。5、6ぐらいからザヤがめっちゃプッシュ勝ちできて、ブラウム動いて、アーリーもミッドレーンずっと戦うと不利になるから、多分ミニオン吸収装置持ってなるべくプッシュしてバイと一緒に動き回るっていうのを考えてる。でアーリーを動かしたら難しいから、オリアナとアーリーでこうレーニングをしてもらう、1対1をしてもらうっていうことを狙わなきゃいけない。このマッチアップは1対1しててね、バイが来た時にちゃんとカウンターしなきゃいけない。アーリーにガンクさ、あオリアナにガンクされちゃいけないっていうマッチアップ。お、解放の場所積んでないリキャップさん。トラップとポーションで俺はオートアタック殴り返してやるって言ってる。アーリー解放の場所の方がいいけどな。え、これマジでレーン勝つよ。エース、しかもウーコンダメージディーラーなんで。あ、ブラウムを取るときっていくつか条件があって、ADC のまああのウェーブクリア能力が高いとか、あとは農地とか前に出てくるエンゲージに対してそのブラウムの盾で防げた上に前に出てくる相手サポートだから、その キルというかダメージをめっちゃ与えれる。要は相手にリスクが、もうブラウムというチャンピオンを取るだけでリスクがあるのよ。あの男の拳のスタックがあるからさ、スタンで。あとはあの味方にセジュアニがいるとか、敵にオーンがいるとか、さまざまな条件がありますね。ウェーブには触りづらいんで、あとはちゃんとエースさん勝ってますよ。これはリキャップさん知らないですね。オリアナを専用の魔導書になぜしなかったのか、ドカウンターですけど。リギャップさん、コラプトポーションなんて積んだって、オートアタック殴り返してもダメージトレード、オリアナに勝てないですよ、アリは。さすがエースさん。あ、クレーン取っちゃった。ボットはセーフティーにやんないと、ファームしてりゃいいんだから、ラストヒット取ってりゃいいんだから。 V3 ボットレーンは、あ、これボットレーン見せてくれてるじゃん。ちょ、ボットレーン何があったの。もうこの時点で負けたね。ウェーブもう引かないといけない。ここのオートアタック一発打ったじゃない。このオートアタック一発分でもう勝ちなんだよね。ウェーブレベル2先行で、もう一発殴ってるじゃん。もう確定だね。レベル2先行確定。レベル2先行されるのが一番嫌なの、このマッチアップ。だけど、ヘテルがミニオンを殴らないし、あとは、これドレスコードも悪くて、Q 振って、オートアタックするじゃん。この、2倍速だからちょっと難しいんだけど。防衛ミニオンをさ、このオートアタックした瞬間に、これドレスコードはあの敵の ADC を殴んなきゃいけなかった。ここから敵の ADC を殴んなきゃいけなかった。敵の ADC を殴るとこのミニオンたちのアグロが自分のフェイスに来るんだけど、防衛ミニオンが前に出てきて、防衛ミニオンがここにつくんだよ。反対が敵のミニオンが、そうなると殴りやすいじゃん。ずっとオートアタックできるじゃん。だからここを一発な殴り返さなきゃいけないんだよ。でそのせいで殴れなくなっちゃったミニオンで、ミニオンの主導権が取られてる中でダメ取れしてかけて、
はい、レベル2。つっても触れない。で、あとミニオン貯めるだけだね。で、このウェーブを押し当てると、もう理想形。完璧。これでキャノンウェーブを含んだビッグウェーブを押し当てるじゃん。で、これこうなると、今度バウンスウェーブっつって、こっちがプッシュウェーブになる。おお、バウンスウェーブ関係なしにもう押し込みまくってる。おおおおお、なんかもう、いや、これリセットされてないんだよ。これバウンスウェーブっつって、これ一体だけにミニオンが包括してるじゃん。これ V3 の負けなんだよ、このウェーブは。ここで横一列になってんじゃん。これはバウンスウェーブなんだよね。イーブンウェーブに見えて、ミニオンのフォーカスが全部一体にいってるから、これを触りに来る。多分分かってないだろうね。なんで負けたかね。相手の ADC を殴んなきゃいけなかったんだよ。ドレスコードが。ザヤを。確かオートアタックレンジ一緒。カイサとザヤ。若干ザヤの方が長かったかな。25とか。ミニオンを引かなきゃ。農地はそれができないんだよ。ミニオンを引くのはできない。敵のメレーチャンピオンはメレーチャンピオン殴りに行くの。農地はブラウムに対して難しいから。ウェーブが焼ける。キャノンウェーブ。しかもレベル3のビッグウェーブ。最悪なウェーブで焼けました。これもう勝てないですね。これもうブラウムがマップ走り回るし、アーリもミッドレーンで勝てないから、もう助けてバイさんっつって、動き回る。ミニオンだけ Q で一生懸命処理して、ボット終わりましたね。多分このマッチアップボットレーン勝てるので、ね、V3 が。レベル2先行の2レベの時だけ。で、イグナイト使ってブラウムの体力削るぐらいしかできない。QW のキルラインがあるから一応カイサってなった時にどういうウェブ作るかっていうのが多分ボットレーンできてない。いや、ドラフトは別にそのレーンが絶対勝つマッチアップを作るっていうのが目的ではないから、負けてるドラフトってそう絶対勝てるわけじゃないじゃん。その勝てる時間をちゃんと知ってることが大事で、で勝てない時間の時のに入る前のウェーブをどういう風にしとくかっていうのが大事なの。そうだ、ヒロキマジでミッドは大事だからね、このマッチアップ。いや、ブラームが出せるじゃなくて、多分ウェーブ変に押してミニオン触れない状況になんかフリーズされたのがもう最悪なんじゃない。どういう風になったのかは全部映ってないからわかんないけど、体力もめっちゃ削られてポーションもなかったから。で、ザヤってレベル1ってウェーブクリア早くないじゃないですか。大体は Q か W のどっちかだから。ウェーブクリア、まあ大体 Q 取るんだけど。で、カイサーは Q 取ればミニオンバワーって出るじゃん、ミサイルで。だから先行レベルには一応カイサーの方が狙えるんだよね。ってことは先行レベルに取ればカイサーキルラインがあるからチャンスで、っていうウェーブ作んなきゃいけないんだよ。で、3レベル押し当てのリコールで、カムバックレーンにして、相手がミニオンプッシュレーンの状況を作って、でそこでゆっくりファームする。6レベルだったらもう1回チャンスあるから、ないんだけどな。先行6さえ取ればある。誰が6になったらもう無理。
ウーコンが全然ダメージ出せなかった。ウーコンはダメージディーラーです。オリアナは序盤ダメージ低いんです。ウーコンがダメージを出さなきゃいけないんだけど、わあわあ、ね、ブラム動き始めてアーリバイでゲーム作り始めたでしょ。リフトヘラルドのために体力削って転移したらダイブするぞっていうプレッシャーだからリコールしなきゃいけなくて、タワープレートうめーっつって食うかリコールタイミングですかな。 Q 触れてないんだよなマジで。11になったら R でもダメージ出るけど、ウーコン Q 振らなきゃいけないからからレーン有利のあるオリアナから視界広げていくしかない。あとは倍ウーコンが倍に体当てること、オリアナがこうやってレーンプッシュ勝ってる時に。だからなんか後出しなんだよ、当てに行くことが大事なの。ヒロケがミッドが勝ってるじゃん、ウェーブ主導権としてはさ、エースがミニオンをして周りの体力をずっと削ってるじゃん。だけど倍が来るのに対してウーコンはずっとアクションカウンターアクションを狙ってるでしょ。それがもう違うんだよね。ウーコンが見に行ってそこにオリアナについてきてもらうっていう形なんだよね。そっちだと勝てるんだよ。で倍の位置をウーコンがもう見てくれてるから、ああオリアナがうわーりーマジワンボイワンだったら俺ボコしてやるぜっていう状況になる。でそうするとウーコンが EQ バーンとかやった時に、バイがもし Q をウーコンに使ったら、いやもうオリアナがショックウェーブでバイ捕まるから Q 触れないんだよウーコンに。で Q 上げだからバイは Q を敵に触れないってことはもうダメージトレードで一方的に負けるんだよバイは。っていう状況に追い込むと倍の Q は敵に触れなくてずっと逃げにしか使えないから、ウーコンの仕掛けに何も対応できない。で倍が体力減った状況でウーコンの影響がそれで出るんだよね。そうするとサイドのレーンにウーコン来るかもっつってガンガンプッシュするみたいなのができなくなる。で倍は体力ないからカバーいけないよって、じゃあセーフティーにしないとねっていうことが陥るんだけど、バイを探しに行ってないから、まあさっきのカウンターのアクションのシーンね。まあでもハチャがちゃんと読んでオラクルあそこで回したのが偉かったね。あそこでオラクル回してなきゃ先手取れなかったんで、一方的にいるっていう情報を仕入れたから。これうまいね。これフェンネルめっちゃうまいよ。こんなん視界状況を見たらフェンネルさんは全然視界ないんだよ。視界ないところにでも仕掛けに行ってるじゃん。敵の視界の方が多いじゃん、めちゃくちゃ。バーッ。だけどオリアナがボットにテレポートしたのが見えたでしょ。でここで例えばウーコンがまあいたとしてもミニオンがロストするんだよね、パワーで。ちゃんとタナも姿隠してるしね、ファイトが起こってる時にマップに映ってないじゃん。戦いに行くよーって時にマップ上に全員映ってんのはマジで良くないからね。全員いねえんだけどっていう時にいきなりポンって出てくるのがロルはマジで強い。競技心はそれを突き詰めなきゃいけない。だから敵のワードを消す。ワード置かれてる場所分かってるかな。あもう戦ったら勝てるからっつって入りに行ってる。俺たち超強いからって言ってる。これはもう
お、戦え戦え V3。 いかんのかーい。もうバス、もう下がれ、もう下がれ、もう下がれ。あー遅い。おおおお、ハニーフルーツうめえ。いや、アーリは別にオリアナが完璧に抑えてましたよ。エースがマジで仕事させてなかった。ボットレーンがレベル3で終わっちゃったのが全てだよ。あとはあの6レベル以降のミッドの倍がガンク決めてオリアナ倒したところ、この2つが、まあ、ゲームに大きく影響を及ぼして、アーリはあのおこぼれを拾ってる今一生懸命。うわーっつってザヤが強えからブラウム来てくれるっつって、ボットレーン勝ってるしトップレーンも勝ってるからバイも来てくれるっつって、だから俺おこぼれ拾えるっつって一生懸命拾ってるアーリ。私、味方のためにベイトします。リキャップさんそのフラッシュ行ったか。リキャップさんそのフラッシュ行った。俺がキル欲しいっつって今フラッシュでキル取りに行ったのめっちゃおもろい。俺のケリーっつって拾いに行ったね。だってこれで終わんないのにアーリのフラッシュないからね。めっちゃおもろい。俺がコーチだったら怒ってる。お前そのフラッシュ行ったかっつって。ここまではマジでいいプレイだよ。こっからこっから見てて。うわーっつって。絶対いらねえ。その R もいらねえ。お、おキルが欲しいっつって、おーキルが欲しいっつって言ってる。その R、俺のメジャーイスタックーっつって言ってる。